のくさんこんにちは。動画ありがとうございます。今ね、いいですね。やっぱり自由な時間が作れるっていうのはビジネスをして、もしくはね、投資をしているものの特権かなと思いますんで、もちろんね、私あんまり好きな表現ではないんですけども、時間を切り売りするっていうのはやっぱり確かに苦しいと思うんですよ。これね、決して労働して対価を得てる方を、決して見下してるわけではないんですけども、私はちょっと選択できなかったなってとこですよね。やっぱり現実の世の中は時間を使って食品をね、作っていただいたりとか、トラックを運転してくださったりとか、旅館を運営してくださったりっていう方がいないと、やっぱり世の中回らないところがあるんですよ。ですので、私ははっきりと申し上げたいのは、そういう方の報酬はもっともっとね、上げてもいいと思いますし、倍か単価をどんどん上げていっていいと思うんですよね。そういう方のおかげで、やっぱり一部、なんと言いますかね、自由な時間を使いこなせる人も出てくると思いますんでね。で、時間が自由な人は、せめてお金はね、自分の自由な時間を担保している方に惜しげもなく払っていってもいいのかなと。それでなんかこうバランスが取れるのかなとも思うんですよね。やっぱりこう労働せざるを得ない人をさらに安く使うっていうのは、もう完全に逆転するところがなくなっちゃうんで、私はね、早くみんな自由になればいいのにと思いながらも、でもそのための準備をさせないような今のこの給料格差とか報酬格差ってもどうなのかなとか思っちゃいますよね。ですから私はできる限り情報発信をして、その情報の中で皆さんの立場、労働している立場の中で少しでも楽になるようなね、稼ぎ方とか時間の増やし方っていうのがなんかできないかなとか、思っちゃいますね。でも奥さんね、いいですね。涼しいところ20度いいじゃないか。今私の住んでるところも35度ですからね、暑いですよ。ちょっと歩くともう汗べったりですからね。はい、でも涼しい雰囲気だけでも送っていただいてありがとうございました。で、時間が暇になると何が起きるかっていうと、私はね、結構買い物をしたりとかね、そんな高いもんじゃないんですけども、1000円2000円のものを結構買いだめたりとか、昔のアニメの DVD をねバーッと買ったりとかね、漫画をバーッと買ったりとかして、小学生高学年とか中学生の2年生3年生ぐらいまでにできなかったことね、お金や時間がなくって自分のお小遣いとかじゃできなかったことを今精一杯やらせてもらってます。これが済んだら多分プラモデルとかに手を出すとも思いますね。で、ちょっとね、生きがったおしゃれとかもしてみたいかなと思いますし、その中でノクさんみたいに旅をしてみたりとか、グルメを味わってみたいと思うんですけども、私基本的に部屋の中で何でもしたいんで、本当暗い人生送ってますけどもね。で、最近はね、結構ね、面白いものを買いましたね。あそこにかかってるんですけど、ちょっと見ます。これね、これジョジョの奇妙な冒険のこの衣装をね、買ってみました。はい、こういうのもね、楽しめるようになったのも今の暮らしが手に入ったからかなと思います。本当に良かったなと。40代から始めたけどもなんとかなりました。皆さんもなんとかなると思います。頑張っていきましょう。では。